皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧くださりありがとうございます。今日も司会をさせていただきますレインボーミュージックジャパンの佐々木静香です。秋も深まってまいりました。食欲の秋、読書の秋、音楽の秋とありますけれども、今日もぜひ皆さん音楽を楽しんでいただければ嬉しいです。今お聞きいただきました、本当に素晴らしいゲストをお迎えしております、吉田めぐみさんです。ようこそおいでくださいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。初めて お会いするんですけれども、本当に素敵なピアノを聴かせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。最初の曲を紹介していただけますか。はい、最初の曲はショパン作曲のエチュードからエオリアンハープという曲になっております。風が奏でることの音、そのようなものなんですけれども、私の頭の中ではこの曲は少年ダビデが羊飼いをしてね、その間にこう琴を奏でている賛美をしている、そんなイメージがいつも巡っております。なんかこう流れるような素敵な曲でしたね。そうですね。とてもね、そのシューマンがこの曲はエオリアンハープのような音だって言ったそうで、この曲に名付けられたみたいなんですけれども、なんかこうなんだイメージが膨らむというか、絵がその話を聞いて絵がこう膨らんでくるような、そうですね、情景が浮かびますよね。そうですね、はい、本当ですね。広大なところに、流れる音楽、そうですね、神様を褒めたたえます。吉田さんはずっと昔から小さい頃からピアノを習われてたんですか。そうなんですね、ピアノを始めたというと遅いのかもしれませんけども、5歳から始めました。そうですか。その頃なんか他の習い事もされてたんですか。そうですね、私は稽古をすごくたくさんやっていたんですけれども、その中でバレエが一番好きだったんですね。ところが小学校1年生の時に腎臓病になりまして、そうですか。もうそういうスポーツ、水泳も何も自転車さえも、全部禁止になってしまいまして、その中から残ったものがピアノだったと。そうですか。でもそれがあって今があるんですもんね。そうですね、本当不思議です。そうですか。賛美っていうか始められたのは、教会で弾くようになったのはいつぐらいからなんですか。そうですね、小学生、中学生、そうですね、その頃から初めてコードで弾くっていうものを始めまして、教会でコードをどういうふうに弾くかっていうのを習いました。そうですね、いろんなオルガンとかあるんですけれども、やはり自由に弾くことができる賛美がでしたいなってその時から思い始めたものです。ありがとうございます。それでは次の曲を紹介してください。次の曲は、リスト作曲愛の夢。この曲は、リストのノクターンの3番になっておりますけれども、ノクターンっていうのは最初から一番最初にその夕べの礼拝、幽霊杯のために作られる音楽がノクターンとなったというふうに言われてます。この曲はドイツ人の詩人によって作られた、その詩をインスピレーションもらって作られてますけど、それは愛しうる限り愛せというとても情熱的なその一部があるわけなんですが、それは本当にこう私たちの近しい、大切な人、家族、恋人、そういうものだけではなくて、この天地万物を作られた神様を愛せという意味が含まれているということです。リストは生涯の半分、その後半の時にたくさんの聖書に関する題材で曲を作ってますけれども、この曲もそういう意味合いが入っているそうです。はい、それでは皆さんお楽しみください。
ありがとうございました。ありがとうございました。本当に素敵な曲をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、吉田めぐみさんはめぐみってつくんですけれども、あのクリスチャンホームですか？実はそうなんですたくさんいますよね、クリスチャンホーム。そうですね、はい、うちの祖母が一番熱心なクリスチャンだったかなと思います。それを母が受け継いで、そしてその母に出会った父がクリスチャンになって、そして結婚して私が生まれたという感じです。素晴らしいですね。ありがたいです。でそのまま順調にまっすぐ来られた感じ全く順調ではないんですけれども、まああのそうですね、小さい時から教会に行ってましたから、あの神様ってよろずの神たくさんあるみたいですけれども、でもこの一つの唯一の、天地万物作られた神様、もうそこだけは揺るがなかったですね。そしてもう自分のね、小さい時の、私は13歳で洗礼を受けてるんですけれども、友達に嘘をついてしまった、隠してしまった、何かこう取ってしまった、そういうようなことの、悔い改めをしまして、毎年夏のキャンプが楽しみだったんですけれども、そこから神様の子供とされたっていうことが嬉しくて、洗礼に導かれました。そうですか。でその後本当に信仰が自分のものになったっていうか、その経験っていうかありますか？そうなんですね、その後やっぱり思春期難しい時もありまして、教会から離れることはなかったんですけれども、自分の中での疑問とかそういうものが整理つかずに、全てをこう祈って解決とかそういうことになかなかなれないまま大きくなりまして、そうですね、大学を卒業した頃に本当にあるこう人間関係でこう孤独になるようなことがありまして、その後に不思議なことでイギリスの先生に出会って、こんなに美しい音を出す人がいるのかと、本当にその時感動して、私のこのピアノの音も何か変わるんではないか、そんなような思いでイギリスのその先生の教えてる学校に入学するように導かれていきました。それはピアノの先生なんですか？そうなんですね、フランク・ウィボー先生っていう先生でしたけれども、本当に綺麗な音で、一番最初鎌倉 のところに自宅を開放してくださって、公開レッスンをしていたんですけども、その時にドビュッシーの音が流れてて、うわ綺麗な音だって、そこで見せられたんです。初めてのその音に関するその開かれた瞬間でした。それは何が違うんですかね？なんでしょうね、その先生は特別クリスチャン の土台の上にはありますけれども、でも何かこうそういうことではなくても、でも本当にこう美しい音、美しいもの、美しい食べ物、そういうものに本当にこう興味をいつも持ち続け、何かこう追い求めてる素晴らしい先生です。ですか。でそちらに留学されて。そうですね、それが大学院2年間、行かせていただいて、イギリスのどちらですか？ロンドンでした。行かれてたんですよね。そうですね、私はケンブリッジの方だったんですけど。そうですか、重なる時期ではなく。そうですねどうかな、でそちらで教会にも行かれて。そうですね、その教会が、に行くことが、私の人生を全て変えたと思っております。大きな教会だったんですけれども、とても4000人ぐらい入る。4000人そうですね、日本ではなかなか、ね、土地もなかなかないですし、でもそこに行った時に、その初めてその臨在っていうものと、聖霊様の働きというものに、こう出会ってしまいまして、こんなに神様生きてらっしゃる、本当に手に取って感じられるものなんだと近しく思うことができました。そこで、神様に本当に触れられて、何か変わったことってあるんですか？そうですね、
まあ、今まで私のその、孤独とかそういうものを持ち合わせていた中で、あのやはりこう自分の傷だらけな心とか歪んだ心とかそういうものがあの本当に一つ一つこう手の一本一本開くように神様が取り扱ってくださって癒してくださってまた育ててくださったっていうこと、うん、御言葉によってまた祈るということまた賛美、もうそこの教会に流れていた賛美がもう本当に私のなんかシャワーを浴びるようなあの全てが祝福だったんですけれども、その恵みの中で、あの作り変えられていき、最終的にはバイブルスクールの方にも行くことに、そうですね、その教会が持っていた学校なんですけれども、素晴らしいですね、はい、そうですね、はい、そこで、はい、では神様の本当に臨座あふれるピアノをもう一曲お聴きください。ありがとうございました。ありがとうございます。私が本当に大好きな曲です。そうなんですね、はい、私も大好きな曲なんですね、あのクラシックを
されていて、それを賛美にっていうのはどのような経緯で？そうですね、あのイギリスの時に学校のクリスチャンの友達が、はい、あの全ての音楽は神様の賛美するためにあるよね、クラシックもそうだよねって言ってくれたことが、あの私がこうクラシックに対しての思っていること変えました。教会の音楽、教会に行くと賛美が鳴っていて、そして私は家に帰ってくるとあのピアノを練習している、なんかこのギャップをいつも感じていたんですけれども、でもそうではない、演奏する側があの神様に向かうか、それともどこに向かってその音楽を届けようとしているか、それによって うん、その天のものになるのか、地のものになるのか、ずいぶん違うものなんだなと。そうですね、逆にあれですよね、賛美しててもこう自分を見せてたりとかしたらやっぱり賛美じゃなくなっちゃいますね。そうですね、称賛を得るとか、何かそういうことではなくて、あのもう自分が与えられていることを神様に音楽を差し上げる、差し上げるなんて差し出がましいですよね、下げていく、返ししていく、まあ、そういうような気持ちになって人と比べなくなったことが、そうですか、一番大きい変化でした。でその中で、あのびっくりしたのは、あのクラシックの音楽でも神様が介入して、その中であの癒し、癒される人がいるということ、はい、あるところに行って、あのコンサートをしたんですけれども、あの脳梗塞で、言語障害があった方が、あのコンサートに来てらしたんですけど、終わった途端に言葉を喋るようになったって、あと頭痛がしてる方が治ったとか、本当にそういうことがあの頻繁にあることから、こういう神様はあの、使ってくださるのかもしれないと、本当に思うようになりました。素晴らしいですね。そうですね、はい、吉田さんにとってあの賛美とは何ですか？そうですね、賛美、それは、神様とまみゆる場所、ま、あの賛美の中に住まわれる主というふうになりますけれども、そこで神様に会い、また神様が語ってくださり、また神様に喜びを捧げ、また神様が力を与えてくださり、そのホーリーグラウンドでもあるし、そしてそこで神様に栄光を返す、そして、全てがそこの、聖書のような、素晴らしいところではないかと、特別な場所にまたなくてはならない場所だと思います。全ての人がなくてはならない場所ですよね。そうですね、はい、あの吉田さんの CD が出ているんですけれども、こちら紹介していただけますか？そうですね、Delighted、この言葉を紹介するのはあまり今までしてないかもしれませんけれども、実はイザヤ の62章のところに、のところに、あの我が喜びは彼女にあるという言葉があの与えられまして、それがディライトっていう言葉を使っているんですね、神様が私たちを喜んでくださっていて、そしてその捧げる賛美も神様を喜んでくださったらいいなと、そして届けて、いくところで神様が喜ばれていく、神様が喜ぶ働きになっていったらという思いを込めてディライトという名前にしました。素敵ですね、あの理由を聞いてますますなんか素敵だなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様お聞きください。本日は吉田めぐみさんをお迎えさせていただきました。本当に、内側から賛美があふれ、本当にその指を通して、神様の臨在を運んでくださるような、本当にそのような、賛美でした。ありがとうございます。我が魂の賛美シーズン2では皆様からの感想やまたご意見を、お待ちしております。ぜひ CGNTV のホームページに、よろしくお願いします。それでは、来週も我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。